今日も頑張ろう。よし。疲れはないな。行こう。そういえば今日のパーティー、リーダー以外は全員女子だよね。なるほど。これがハーレム状態というものでありますね。私のデータには世の男性たちの夢とあります。もしかしてそれを狙ってたとか。まあどちらでも優勢であります。有利に。どうする。やなんし、この一手でペンテスレア。シャドウ特別制圧兵装ラストナンバーアイギス、これより適正存在の排除を実行するであります。パラディオン起動。ランプ一体であります。一気に立ち必殺であります。次もさっきみたいに決めよう。ねえ、宝箱置いてあるよ。この一手でペルソナ。コーテル的な狙い目ですよ。見せるよ。いよ。あと2体。何だ。一気に叫ばす。これで終わらせるよ。これで終わらせる。それじゃね。よし、狙い通りだったな。階段です。の。やった。ここ
ヤマタノオロチ放つぞ。出ろ、天下シレア。何、次は召喚の時です。パラディオン、行くであります。これを言ってで、ペンテシレア。敵、ザスー一体。キリジョー先輩、敵2体を撃破です。引き金を、やっ、はあ、ヤマタノオロチ。やってみせるであります。ペルソナ発動。皆さんの勝利しました。お疲れ様でした。シャドウ正面、機関装置があります。使いますか？シャドウがいるな。攻撃準備です。この状況ならこれでどうだ。次もさっきみたいに決めよう。階段はこの位置か。問題ありません。行きます。勉強もちゃんとしなきゃな。順位下だと恥ずかしいし。あ、シャドウ。どうする？ペルソナ！攻め時か。やれ、天下シレア。この木を逃す。黒のネズミだ。終わらせる。ブリリアント。いい感じだったね。階段はこの位置か。
召喚機で死を想起しペルソナを発動。面白い。格を取ってくれ。攻撃回避。このタイミスが攻撃を回避。どうする。来い。放つぞ天敵レア。しまった。引き金を負けない。発動準備。パラディオン。最後の敵です。敵ザーアイブレイ。決断の時です。それ今こそ先端発射です。これは広げない。次もさっきみたいに決めよう。希少なシャドウを確認しました。あ、珍しい。この一手で出ろ。テンデシレア。何？今なら負けない。この状況はパラディオン行くであります。回避されました。どうする。ペルソナ。敵が逃走しました。戦闘終了です。では探索を続行します。階段を発見。記録し。寮の生活って慣れた？私も初めはいろいろ気使ったっけ。もうだ。敵の攻撃に備えておきます。じゃ、探索再開だね。シャドウか。弱点をつけるスキルがあります。ヤマタノオロチ。敵が倒しました。いい調子。弱点を狙えるみたいです。来い。敵がダウンしました。さすがであります。行こう。忘れないって。
見事なフィニッシュでした。階段だ、行こう。よし、次だ、頼むぞ。宝箱か。解析できれば有利に。行けるぞ。出ろ、変化しれや。がいるな。お疲れ。道に迷ったら二度と出てこ。シャドウの反応を検知。あ、リーダー。
あの、続行します。約束は安売りの日があるそうだな。まとめ買いのチャンスだ。意外と でした。やるぞ。戦闘開始であります。強敵です。放つぞ。ペルソナ先ほどの反撃です。ルーリングあげはさせない。行け。今の回避です。
まいない。狙ったつもりか。当たって砕きます。オレギア発動。クリちゃん、この状況なら負けないで。出ろ、ペーテシレア。キリジョー戦隊、敵を撃破。まだ油断はできない。敵1体を撃破です。ここは引こう。クリちゃん、恐怖心に負けないで。シャドウ反応を消失しました。お疲れ様であります。はい、お待ちしておりました。素晴らしい。ようこそベルベットルームへ。さあ始めましょう。必要な素材は合体するペルソナをお選びください。こちらでよろしいですか。こちらは強いペルソナです。良い選択かと存じます。まだ扱いきれません。おやめになりますか。またのお越しを。お疲れ様です。
では始めますかね。ちょっといいか。部活のことだ。お前は転入生だからおそらく明王杯のことを知らないだろう。あのな、8月2日に明王杯っていう陸上の大会があるんだ。他校には早瀬という強豪がいるが、うちだって今年は負けん。お前にも出てもらうからな。気合い入れてけよ。そういうわけだから7月27日から8月1日は学校に来るよ。大会に向けた特別メニューを用意してるからな。目指すは打倒早瀬だ。本番は8月2日。それじゃ忘れるなよ。追加教材の金、俺らのクラスだとまだだってよ。さっき職員室でさ、質問詰め食らっちゃって。あのお金なら竹の塚先生が職員室にいらした時に渡しておいたけど。集金したお金の管理って伏見さんが頼まれてたじゃん。それって最後にお金見たの伏見さんってことだよね。でも先生はまだって言ってんぞ。伏見がやらかしてんじゃねえの。あの私は先輩、
かに渡しました。記憶違いとかじゃありません。何か行き違いがあるんじゃ。何でもいいけど、後のことは頼んだぜ。大金預かってテンション上がったんだろ。騒ぎになる前に何とかしとけよ。黙っといてやるから。待ってよ、今の言い方って。あの人たち、きっとお金、私が取ったって思ってます。言い返せませんでした。私、お金なんて取っていません。そうですよね、なんとかしないと。先輩の言う通りです。身の潔白をみんなに証明しないと。でもどうすればいいんでしょう。お金は確かに渡したんです。改めて竹の塚先生にちゃんと確認取るしか。でも先生を疑ってるのかって言われたら。先輩、私どうしたら。すみません、頼ってばかりじゃダメですよね。自分のことですもの。自分で何とかしなくちゃ。本の虫、今日はいいです。ごめんなさい。こんばんは。お元気そうで何よりです。ほら、薬や。そういえば彼ら、また一人面白い仲間を加えたようですね。もとい、あれは一人ではなく一つでしょうか。別に興味ねえ。あなたから聞いたこと、本当のようですね。彼らは本当にやる気のようだ。全く嘆かわしい。これでは私たちも立たないわけにはいきません。彼らが何をしようと構わない。力の使い道は持ち主が決めることです。しかし彼らは影時間を消すと言っている。それは力そのものを否定することです。それだけは何があっても許容できません。好きにすりゃいい。町屋、お前どないする気や。知っとるで。戻ってこいって誘いが来とるやろ。ムカつくぜ、このストーカー野郎が。わしらはあいつらを止める。あいつらに味方する言うんやったら、真っ向敵同士や。ええんか。前にも言ったろ、俺にはもう関係ねえ。あの、お疲れ様です。
本日もよろしくお願いします。反応を検知。やはり景色が一変したな。さて、シャドウ、どうする？階段を発見。と思ったらまた変なフロアだね。階段を発見、記録します。問題ありません。行きます。シャドウか。どうする？気をつけろ。敵だ。騙し絵のような世界。戦闘開始だ。着点を狙えるみたいです。やれ。経験しや。お見事なフィニッシュでした。あそこ、何かしないと。あれ、よし。やったな。油断はできない。慎重にな。シャドウか。どうする？梅雨払いだ。弱点はまだ。
の一手で調べてみませんか。シャドウの反応を検知。敵3体。この一手で。出ろ。ペンタシレア。今のでダメか。キリジョウさんからの攻撃で敵3体がダウンです。そうだな。